はい、遺言書診断士相続専門行政書士の森です、えー、相続のニュース、えー、相続人なき遺産647億円、過去最高について、えー、話させていただければと思います。えー、内容についてなんですけども、えー、これ20年、2023、え、年、ー、今年し1月23日付の朝日新聞の記事です。僕もネットで知って、えー、そこから読んでったんですけども、 どういう内容かというと遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が2021年度は647億円と過去最高だったことが分かった身寄りのないお一人様の増加や、えー、不動産価格の上昇も背景に行き場のない財産は10年前の倍近くに増えた、えー、つらつらと書かれていてで、えー、まあ未払いの税金や公共料金などを生産し相続人が本当にいないかを確認し 一緒に暮らしたり、身の回りの世話をしたりした特別援護者がい,ないれば、火災の判断などに基づいて財産を分有し、残りは国庫に入るというものです。えーまあ、この記事の通おり、まあ、相続人のいない大半、えー、相続人のいない人の財産の大半が国に行く、えー、その遺産が、ね、647億円と、えー、大変増えているということですね、えー。過去最高っていうのはもちろんですけど、 えー、2001年度は約107億円だったので、この20年で6倍に増えているっていうニュースですね。結構衝撃的なニュースだったと思います。で、これなぜそれほど相続になき遺産っていうものが増えていったかというと、えー、私は3つ理由があると思いまして、えー、障害未婚率の上昇、で、独居老人の増加、で、遺言書作成の現状っていうところです。まあ1つ1つ、一つ一つ見ていきたいんですけれども、 えー、障害未婚率の推移ですね。これ、厚生労働省のホームページですね。えー、障害未婚率っていうのは、50歳の時点で一度も結婚していない人の割合のことです。まあ、あの、そういう人が増えていっているっていうところで、ネット含めてですね、一人で暮らしやすい、えー、環境になったことに加えて、まあ、えー、女性の社会進出っていうものが、えー、進んだことも挙げられると思います。で、この男性なんですけども、 えーまあ、あの推定の値もあるんですけど、2040年にはもう30%超えてくるんじゃないかっていうふうにも言われています。で、えー、続いて、独居老人の増加ですね、についてなんですけども、65歳以上の1人暮らしのものの動向っていうものですね、これは総務省の国勢調査ですね。 まあ65歳以上の一人暮らし、単独世帯のデータなので、別に身寄りのある人もいますけれども、一、まあ、人暮らし、えー、されている高齢者の数っていうところで、これもどん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 増えていっています。まあ、令和2年のところで言うと、えー、女性22.4%、4、えー、5人に1人は一人暮らし、65歳以上で一人暮らし、で男性15.5%。 えー、6、7人に1人は一、えー、人暮らし。まあ、こちらもですね、福祉施設とか、ネットとか、宅配とかですね、発達していって、一人暮らししやすいっていうふうになった。高齢の方でも一人暮らししやすいようになったっていう面はあると思います。昔は一人暮らし、高齢になったら、なかなか難しいっていうところで、まあ、親族の方とか、あとは、えー、友人とかとですね、まあ、 多少無理してもですね、えー、2人3人で暮らしていた面っていうのはあると思うんですけども、今はもう一人暮らししたいんだったらできる環境なので、好んでしているっていう面はあると思います。それで先ほどの、えー、未婚率が上昇したことっていうのは、独居老人の増加、身寄りのない、えー、老人、老人っていうか身寄りのない高齢者の方で一人暮らしされている方の増加っていうのに影響を与えていると思います。未婚率が上がると、えー 子供がいない人が多いわけですから、自分が年を取るにつれて自然と身寄りがいなくなり、まあ身寄りがなく一人暮らしすることになるっていうところで、同居老人っていうのが増えるのかなっていうところです。まあ、未婚率の上昇っていうのは、えー、高齢の方の一人暮らしっていうのは関係ないんですけども、ずっと一人暮らし続けてる人っていうのは、そのうち未婚につながりやすいっていう面はあるかもしれません。ただまあ未婚率上昇が、えー 同居老人の増加につながり、まあ、それがやっぱり相続人なき財産の増加っていうふうにつながっているのかなっていうふうに思います。で、えー、遺言公正証書の作成件数の推移ですね。えっ、ー、と、そうですね、これ、公証人連合会のデータですね。平成27年頃まではまあ順調に増えていったんですけども、なぜかそこからですね、ちょっと減ったり、ちょっと増えたりっていう形です。 ししっっかりとした遺言書っていうだけです。自分で作っている実質証書遺言、自分で書く遺言っていうのは、僕はかなり増加しているように感じるんですよね。亡くなられた方の家の方に行って、ご相談させていただくときとかでもですね、遺言書があるっていう方がすごく多いので、ただ、大半はちょっと実務で使えないですね。ちょっと書き方間違えてたりとか、表現が微妙だったりというところです。 あと、まあ、遺言書を発見されないこともあると思いますね。あの自分で書いたけども、どこにあるかわからないっていうケースとかも、亡くなった人がいなくなって、もう居場所がわからないってこともあると思います。で、えー、相続人のいない人がですね遺言書を書か,かないとか、まあ、遺言書を書いたけども、えー、身近に世話になっている人に全部渡すとか、ある団体に寄付するみたいな内容を書いたけども、それが、えー、見つからない、無、え、効、ー、になる。 っていう場合だったら、もうそれは、えー、自分の全財産を死を国に寄付するっていう風に、遺言書を書いたのと同じことって言っても過言ではないと思います。まあ、実質そうなる可能性が非常に高いですからね。で、まあ、そう考えると、今って未婚、まあ、で1、まあ、人暮らしなので財産を渡したい人がいない、まあえー、次のページか。未、え、婚、ー、で1、まあ、人暮らしなので、 財産を渡したい人がいない、まあ遺言書の作成の仕方もわからないっていう状況になっているのかなっていうふうに思います。まあ、いろんな生き方を選べるっていう面もあります。そこは自由なんですけども、まあ、先ほど言った通りですね、相続人がいない人が書かないっていうのは、まあ、国に全部寄付するっていうのと同じっていうふうに考えると、やっぱり孤独とか情報量が少ないっていう状況が続いていて、でまあなんとなくちょっと自分の財産が えー、相続人のいない方の自分の財産がもう、えー、国にいっているのかなっていうふうにも感じます。そこはですね、えーまあまあ、特に丸3とかについての、えーまあ、遺言書についての情報とかっていうのを、まあ、私、行政書士も含めて資料がいろいろな方に届けることによって、えーまああの、自分の意思を示すことができるっていうことを伝えることができるのかなと思います。はい、以上ととなりりまますありがとうございました